私、TA インストルメントの前田です。後半はさまざまな熱の測定にというタイトルで、マイクロカロリメーター TAM という装置の、紹介をさせていただこうと思っております。カロリメーターということで熱量を測定する装置なんですが、熱量測定に関して最初に少しだけ。で、ほぼすべての化学的、物理的過程は熱の生成あるいは吸収を伴います。前半のカータのところにもお話があったかと思います。熱量測定ではヒートフロー、熱量、熱容量の観点から熱の放出量やその速度を定量するという手法です。熱量測定自体は非特異的な方法で、ライフサイエンスですとか材料化学、医薬品など幅広い分野において、さまざまな種類の化学的あるいは物理的過程の研究に利用することが可能な装置となっております。で、ここで弊社取り扱っております熱量計をちょっとご紹介していこうかと思います。で、分類なんとなくしてあるんですが、示唆操作熱量計、言葉の通りこちら熱量計です。前半にあった DSC のことです。で、今回この後ご紹介していきますのは、等温熱量計と、ここではちょっと分類してしまっているんですが、どちらかというと等温で測定することを得意とした熱量計になっております。で、こちらに書いてありますように、前半にあった DSC、弊社ディスカバリー DSC と呼んでおりますが、サンプルサイズとしては数ミリグラムから、多くて100ミリグラム程度の量で、小温速度0.1度から100度 C パーミニッツぐらいの速度を出すことができる装置で、温度範囲はマイナス180度、液体窒素を使った場合、このぐらいの低温から、高温は高いところですと725度まで測定できる、幅広い温度で測定できる、どちらかというと操作、スキャンを得意とした熱量計になっております。で、今回ご紹介しますのは TAM と呼ばれるものでして、こちらも大きく分けると実は2機種あるんですが、 TAM エアーと呼ばれる装置と TAM4、あるいは TAM448 という装置がございます。で、それぞれちょっと先にサンプルの量ですとかその辺をご紹介しておきますと、タムエアーの方は20ミリリッターぐらいの容器に飼料を入れるタイプ、あるいは125ミリリッターの容器に飼料を入れるタイプというようなものがあります。で、こちらは操作速度0度 C パーミニッツと書いてございますけれども、基本的には一定温度のみで測定する装置ですね。で、温度範囲は5度から90度の範囲で測定が可能なタイプのものになります。で、もう一つのタム4、今回こちらを主にご紹介しますけれども、飼料の大きさ、飼料量ですね、としては、1ミリリッター以下のところから多くて125ミリリッターの容量まで対応できるようになっております。で、操作速度0度から、一応こちら操作、スキャンもできるようになっておりまして、ただし単位としまして見ていただくと分かりますように、 2°C パーアワー、1時間に2度、DSC が 100°C パーミニッツとか、かなり早いところに対して、こちらの装置ですとゆっくり上げていくことは可能な装置です。ただ、もともとは等温を得意としている装置です。で、温度範囲としましては、4度から150度の温度域をカバーしております。で、真ん中に書いてあるこちらの絵なんですが、これ、ここミリワット、マイクロワット、ナノワットと書いてありますけれども、こういう熱量計、縦軸通常ヒートフロー、単位はワットで出てまいります。それぞれどのくらいの感度を持っているかというのを、大まかに示しております。で、前半にあった DSC の場合ですと、大体ミリワットから、感度のいいところですとマイクロワット、数十マイクロワットぐらいのところまでは測定が可能なレンジになっております。で、タムエアーという装置の場合も大体同じくらいのレンジをカバーしておりますが、飼料量がいっぱい入るというところに違いがございます。で、タム4の場合ですと、ミリワットオーダーのところも行きますし、さらに感度の高くナノワットオーダーのところまで微小な熱の変化を検出することができるというタイプの装置になっております。で、どんなアプリケーションがあるのかと、最初にザクッとこんなことができますというのをご紹介しておきますと、分野様々です。材料化学、電池、医薬品、ライフサイエンス、どんな分野でもいろんな測定に使えますよと。
タイトル様々な熱を測るとしましたが、まあ本当に何でも測れますというタイプの装置でして、例えば材料化学とかですと、まあそのものの安定性、例えば酸化劣化する過程ですとか、あとは高エネルギー材料が安定的に置いておけるかどうかとかっていうのを調べたり、あるいは配合性ですとか、効果反応、水は吸着等を見ます。電池の場合ですと、まあ、自己放電による熱量を見たりですとか、負荷下における熱が発生する、その熱生成を見たり、医薬品の場合ですと、まあ、結晶多系の評価をしたりとか、この辺の評価がございます。で、あと、ライフサイエンス、食品ですとか、微生物の代謝を見たりっていうのもあったりします。で、タムエアの方、今回あまりこちらはご紹介しないんですけれども、一番多いのは実はセメント、コンクリート、この辺の水和熱ですとか、水和プロセスの評価他によく使われている装置です。で、あとは、ライフサイエンス分野ですと、食品の腐敗ですとか、発酵ですとか、そのあたりを熱的に見ていたりとか、あとは材料化学の分野でも効果反応ですとか、長時間にわたって起きるような反応を追うというのは得意としていて利用されていることが多いです。で、今回はタム4、あるいはタム448と書いてありますが、この装置について、装置の特徴、どんな構造でどんなタイプの使用容器があってとかっていうところの概要を説明しつつ、簡単な例を最後にご紹介しながら、こんなことができますよというところをご紹介していこうかなと思ってます。で、タム4という装置は、1から4個、タム4の場合なんですが、4個の場所、あるいは48ですと48個の独立したカロリメーターと書いてありますが、カロリメーターっていわゆる、測定部位といいますか、測定器の部分のことを申し上げてます。後ほどちょっと詳しくご紹介します。で、先ほど申し上げましたように、感度としてはナノワットからミリワットの感度を持っております。で、矢量サイズとしては1から20ミリリッター、あるいは大きいものですと125ミリリッターの矢量容器がございますし、サンプルハンドリングシステムと書いてあるんですが、この装置、今回のセミナーの概要のところにも書いていたんですが、外から飼料に何か変化を加えるということが可能な装置でして、飼料に何かを添加したり、それを混合したりですとか、あるいは飼料に気体や液体を貫流させたり、相対湿度を変化させたり、固体サンプルを溶解させたり、あとは他のなんかプロブを差し込んでというような測定をしたりということができる装置でもあります。ですので、この装置で幅広い測定に対応できますよというのが大きな特徴となっております。ちょっと中身の構造をざっくりご紹介しておきますと、基本的な、ベースとなるところはサーモスタットと呼ばれるものでして、いわゆる装置の側みたいなものですね。で、中にオイルタンクがございます。で、ここのオイルタンクが非常に安定して温度制御されておりまして、24時間でプラスマイナス100マイクロド C 以下の温度ドリフトしか発生させないというような制御が可能になっております。ですので、そこの部分に実際、測定容器、カロリメーターと呼ばれるところを差し込むんですが、その非常に安定したオイルバスの中に飼料を入れますので、飼料がわずかに変化すれば検出できますよというところで高感度でやるということになります。で、実際こういう側の中に、以下を追加して各種測定に対応しますということで、まずメインとなるのがカロリメーターと言われる、検出部のところですね。で、そこにサンプルハンドリングシステム、アンプルと書いてありますが、飼料容器ですね、を挿入します。で、場合によってはさらに外部アクセサリーをつけまして、外から何か変化を与えたりとかっていう形で測定をしていくという装置になります。で、実際どういう温度コントロールモードがあるかというのをご紹介しますと、基本的には等温ですね。こちらの横目で言うと、赤が温度プロファイルで、青はその時発生するであろう熱をなんとなく模式的に書いてあるものなんですが、最も一般的なモードとしてはアイソサーマル、等温で測定しますよと。で、先ほど申し上げましたように、温度が非常に安定している装置ですので、長時間の測定も非常に正確に行うことができるとなっております。
で、アイソサーマル以外にもステップワイズ、要は温度、ある一定温度で測定して、温度を変えて、違う温度で一定温度に測定して、というような測定を実施するということも可能です。で、等温のところでもちろんデータを取ることもできますし、温度を上げていく最中の過程もずっと連続してデータを取ることが可能です。最後の方にご紹介しますが、非熱測定とか、こういう測定モードを使うことがございます。あとはスキャニングですね。DSC とかと同じなんですが、低速スキャンです。さっき申し上げましたように、1時間に2度です。早くても1時間に2度ですね。ですので、ゆっくり上げると、 DSC もそうなんですが、分解能が上がると言われておりますので、ゆっくり上げることによって高分解能で、測定することができますよと。また、時間をかけて温度を変化させていきますので、熱的に、あるいは物理的に、化学的に平衡状態に近いところで測定することができますよというモードがございます。ここからは実際中にいるその測定部、カロリメーターと呼ばれるものですが、構造としましては基本的にはサンプルとリファレンスからなるツイン型のカロリメーターです。で、TAM4 の4ですと4チャンネル入れる、4チャンネルですので、要は4個まで入れることができるんですが、こういうカロリメーターを。で、入れますと同時に、かつ独立に、こっちの測定で何かやってるときに、もう1個のチャンネルで違う測定をということができます。ただし、入れてるところはみんな同じ温度なので、4チャンネル、例えば同時に使ったとしても、同じ温度水準で、25度だったら25度でいろんな測定をできますよという形になります。で、基本的には、いろんな種類がありますよとここで書いてありますけれども、サンプル量ですとか、感度どのくらい必要か、スループット重視か、あるいは外部から何か変化を与えるような測定をしたいかによって、選ぶカロリメーターが変わってくるということになります。で、ナノカロリメーター、マルチカロリメーターとかダダダッと書いてありますが、使用量ちっちゃい、こっちに行くほどちっちゃいですね。で、その分、感度はこっちに行くほど大きくなっております。で、ちょっとそれぞれのカロリメーター、ざっくりご紹介ということで、一番感度がいいもの、このナノカロリメーターと呼ばれるものです。で、使える使用容器の大きさとしては、4ミリリッターか1ミリリッターのものになります。で、このタイプのカロリメーターですと、マイクロ反応システムと書いてございますけれども、要は外部から何かを、変化を与えるというような測定にも対応可能なもの。あとはマイクロカロリメーター。こっちは20ミリリッターのタイプですね。使用容器、大きいのが使いたい場合ですと、こちらのタイプになります。このタイプですと、こちらのタイプも、反応システム、外部からの変化を与えるということに対応できます。あとはマイクロ溶解アンプル、これ最後の方にちょろっと出てきますけれども、そのアンプルを使うことができるカロリメーターです。で、スループット重視の方、マルチカロリメーターと書いてありますが、4ミリリッター6本、あるいは20ミリリッター3本というような形で、同時に6検体、あるいは3検体というような測定をしたいタイプ、したい方の場合ですと、このマルチカロリメーターというものをご選択いただくことになります。あるいはマクロカロリメーター、こちら125、一番大きいですね。で、電池です。電池とか結構サイズの大きいもので、20ミリリッターの容器じゃ入らないような場合ですと、このタイプをご選択いただくことが必要になってきます。で、あと、これはちょっと特殊なもので、今回ほとんどご紹介する予定ではないんですが、精密溶解カロリメーターというようなもので、溶解熱を精度よく測る、ちょっとタイプの違う断熱型のカロリメーターと呼ばれるものです。溶媒25ミリリッター、100ミリリッターぐらいの中に、1グラム程度のサンプルを溶解させて、その熱を測るよというような時に使う装置に、カロリメーターになります。で、あとは、つい最近出た、マイクロ XL と呼ばれるもので、サイズ的には、マクロカロリメーターとマイクロカロリメーターの間ぐらいにいるんですけれども、電池の測定に特化したカロリメーターでして、こういう四角い形状で、
中に、インサート、中に入れ、こう、電池を保持できるようなインサート、まあ、いろいろ自作したり、作ったりで、いろんな電池の形状に対応できるようなタイプのカロリメーターというのが最近発売になりました。というような形で、このように各種カロリメーターがございますので、実際測定するときには、感度とサンプル量を考慮しながら選ぶと。ただまあ、今日はこれ、明日はこれというような形ではなく、基本的にはあらかじめどれかを選んで装置にセットした状態で、収めさせていただくというのが前提です。で、まあ、使用ざっくり書いてありますが、数字はあんまり気にしなくていいんですが、感度がいい、一番感度がいいナノカロリメーターになってきますと、短期ノイズ、要はノイズレベルですね、プラスマイナス10ナノワット。非常にちっちゃなノイズレベルですので、で、ベースラインのドリフト自体も1日で40ナノワットしかドリフトしませんので、これが微小な熱を測ることができる、まあ、元となるところですね。非常にちっちゃなノイズレベルと、長期間にわたる安定性がございますので、微小な熱量を長時間にわたって測定することができるというタイプのものになっております。で、カロリメーターの中に今度はサンプルハンドリングシステムと書いてありますが、実際、試料容器を入れて、その中に試料を入れて測定するということになります。まあ、各種材質、ガラスですとか、ステンレスですとか、あとはハステロイと呼ばれる合金ですとか、様々な材質で大きさも様々。これ1ミリリットル。じゃ写真で見てもサイズ感全然わからないと思うんですけれども、1ミリリットルですとか4ミリリットルとか20ミリリットルとか、いろんなサイズのアンプルがございます。で、タイプとしましては2つのタイプがございます。密封か、あるいはオープンと書いてありますが、まあ、オープンかとここでは書かせていただいています。密封アンプルというのは静的アンプルとも呼ばれてまして、まあ、こういうタイプのものなんですが、基本的には測定中にはサンプルへの操作は実施しないで、そのままそーっと置いておくタイプのアンプルになります。用途としては試料の安定性ですとか配合性、安全性評価、効果のモニタリング等に使うタイプの密封アンプルがございます。で、オープンアンプルの方ですと、基本的には反応システムで使用しますと。ですので、測定中のサンプルに、まあ、サンプル自体を操作したりですとか、その試料の環境に変化を与えたりする場合に使用するのがこういうタイプのアンプルになります。まあ、こんな写真がいっぱい載ってますが、先端が試料容器ですね。で、そこにアクセスできるような、上にこういうシャフトというかものがついておりまして、ここを通して、まあ、試料に様々な変化を与えますよと。気体や液体の吸着の場合ですと、環流アンプルと呼ばれるものがございますし、湿度変化を見る場合ですと、RH 環流、まあ、湿度環流ですね、アンプルというのがありますし、相互作用の解析をしたいですよという場合ですと、滴定のアンプルというのもございます。あとは、溶解性を見たいよとなると、マイクロ溶解アンプルというのもあったりしますので、いろんなアンプルを測定用途に応じて使い分けるということになります。で、ここからはアプリケーション例をいくつか簡単なものをご紹介しつつ、こういうアンプルでこういうことができますよというのをご紹介していこうかと思います。で、まあ、ここにわわわっといっぱい絵が載ってありますが、まあ、いろんなことできますよということで、こちらに書いてありますので、この後一個一個、これ全部説明するわけではないんですが、代表的なものをちょっとご紹介していこうかと思います。1つ目、エポキシの効果反応ということで、まあ、前半の DSC のところでもお話があったと思います。で、DSC も温度を上げて測定したりですとか、一定温度で測定したりして評価しますよという話がありましたが、同じようなことがこのカロリメーターでも行うことができます。で、こちらのチャート、5種類、5水準の温度ですね、25度、30度、35度、40度、50度で、高温に保持した時のエポキシの効果反応を見てますと。こうするとこういうピークが出てきて、反応発熱を検出することができますよというものになっております。で、もちろんというか、温度が高ければピークが早く、立ち上がりが早いですし、終わるのも早いですよというような傾向が見られます。
もちろん同じような測定を DSC ですることができるんですけれども、こちらの装置、そろそろお気づきかもしれませんが、横軸時間スケールを見ていただきと、いただくとわかるかと思いますが、かっこいい時間です。5時間、10時間、15時間、20時間、この辺でもう1日経過ですね。ですので、長い時間にわたって微小な熱が出るようなものの測定が得意としております。で、もちろん温度を上げれば反応早くなりますので、あまり時間をかけたくない、さっさと測定を終わらせたいという方は温度を上げたいというような考えになるのがほとんどかとは思いますが、ものによってはあまり温度を上げられない、温度を上げてしまうと別の反応が起きてしまうケースとか、そうすると、あまり温度をかけずに、それゆっくり起きる反応を検出しないといけませんので、そういう場合ですと、こういう装置は得意としております。で、もちろん、こういうピークが得られますと、これを用いて、アレニウスプロットをしてあげると、活性化エネルギーが出すことができますので、それをもとに、何度で何時間ぐらいの効果時間かなという、予測をするということも可能になります。で、あとは配合性試験というような評価もよく実施します。で、あるサンプル A とあるサンプル B を混ぜますと。で、サンプル A 単独で測ると、これ横軸時間で縦軸ヒートフローの模式図なんですが、あるサンプル A を測ると、こんな熱が出ましたと。で、あるサンプル B を測ると、こんな熱が出ましたと。この2つ混ぜて測った時に、理論上何もその2つが相互作用しなければ、平均した真ん中のカーブになりますよと。ただ2つを混ぜて測った時に、実測したらこっちになりましたよと。で、理論カーブと実測カーブが違いますと、実際ここに相互作用によるエネルギーが足されて出てきているということになりますので、 A と B を混ぜた時に理論値ではない実測値が得られた場合とは、その2つは混ぜることによって何か相互作用してしまってますよ。ノットコンパチブルと書いてありますが、配合すると何か影響し合ってしまいますよということが言えます。で、そういうのを、この装置で評価してみましょうということで、ている例を2つほどこの後ご紹介します。で、これワックスとミネラルウールの配合性試験というタイトルで書いてあります。で、横軸時間です。縦軸ヒートフローです。で、この赤いカーブはミネラルウール単品で測った時のカーブで、緑のカーブがワックス単品で測ったカーブ。で、予測としては、これとこれ混ぜますと、アベレージでここに来るでしょうというものなんですが、実際どうだったかというと、この紫のカーブになってしまったんですね。そうしますと、要は混ぜたことによって何か相互作用が発生、お互いに反応してしまったりとか、そういう相互作用が発生してしまって、それによる熱量が足されていて、こういうカーブになりますよと。ということになります。ですので、この2つ混ぜておくと、何かお互い作用し合って、将来的には何か違うものができてしまったりっていうことがありますので、混ぜて長時間置くとダメかもしれないというようなことが予測できますよと、このような試験を実施することができます。で、これちょっとチャートあまり見えにくくて申し訳ないんですが、エピクロルヒドリンゴムと棒順というタイトルなんですが、ゴムと油圧オイルを混ぜましたと。その配合試験をしてますというものです。で、1番目のこのカーブがゴムの単品カーブですね。で、この点点点点点のカーブがオイルのカーブになります。で、予測としてはこんなカーブに足し算すればなるはずなんですが、実測値はこういうカーブになりましたよ。なので、初期の方に吸熱が見られておりますね。ですので、おそらくここの部分は液に浸したゴムが膨張することで発生している熱量でしょうということが考えられております。ただ、しばらく置いておくと予測値とほぼ同じカーブになってきますので、放っておけば同じになってくる。すなわち、それ以降は特に化学的変化が起きていないということになりますので、長時間、ゴムをそのオイルの中に入れておいたとしても、化学的な劣化は生じないでしょうというようなことが予測できますよという結果です。今度これバッテリーですね。で、こっちは
自己放電を見ております。でリチウムイオンをアンプルの中に入れまして置いておきますと、こっちはブランク、何も入れてない状態なんですが、置いておくだけである熱が出ておりますよと。これ自己放電による発熱ですよと。それを検出することが可能ですと。でこの発熱量が大きいほど、まあ、実際その電池安定性が悪くて保管寿命が短いですよねということが言えますと。このような評価をすることも可能です。で、いろんな種類のカロリメーターがありますよと前半にご説明していますが、まあ、サイズもそうですし、あとはこういうマクロカロリメーター 125ml の資料容器の場合ですと、電池用のインサートみたいなのがあって、電池が動かないように、そしてきちんと熱を伝えられるようにというようなインサートもご用意していたりしますので、電池の評価というのは比較的よく使われるものになります。であとこれ安定性評価ということで、過炭酸ナトリウムの安定性評価をしております。で過炭酸ナトリウムってあの漂白剤みたいなやつですね。で、水分に弱くって湿度の高い状態に置いておくとあまりよろしくないと言われております。でそれを防止するために表面コーティングをしたりということがよく行われているんですけれども、コーティングありなしのものを入れて、まあ、高湿度下の状態で置いておきましたというものです。でコーティングなしのものはコーティングありのものに比べて発熱量が大きいということで、まあ、何かしらの反応が起きてしまってますよということが言えます。でこの辺真ん中意図的に白いんですが、これ一度装置から取り出したものをしばらく追って追ってまた戻してっていうようなことをしても、ちゃんとこのカーブをスーッとなぞるような形状で出てきますよということで、この装置安定しているので長時間にわたって反応を追うこともできますよという例を示す目的で作られているチャートです。で、あと高湿度下というふうに申し上げましたが、高湿度条件を作るにあたって、まあ、もちろんそういう雰囲気で資料容器を封入してあげるというのも一つですし、方法としてもう一つありまして、資料アンプルの中にこういうちっちゃな試験管を入れてあげて、そこの中に飽和溶液、飽和塩溶液ですねを入れておくと、その飽和溶液、飽和塩の種類に応じてある相対湿度環境を作ることができるということがあります。ですので、例えば塩化ナトリウムとかですと相対湿度 75% の環境を作ることができるということで、試料を入れて中に飽和塩溶液の入ったちっちゃなガラス瓶を入れてあげて、そうするとこの中はその相対湿度にコントロールしている状態になりますので、その相対湿度下での資料の安定性を見たりというのが簡易に行うことができます。今度環流アンプルを使った例ですね。ナイロン6の酸化ということで、これ環流アンプルなんですが、先端資料です、資料容器です。でガスを入れてあげて、まあ、出てくるというような測定をします。で先端にナイロン6のフィルムを入れてあげて110度での測定です。でこれ2サンプル同時に実施してまして、片方は最初窒素、もう片方は最初酸素という測定をしております。でそうすると酸素をフローさせている方は発熱が見られてますので、これは酸化反応によるものですねと、酸化による発熱を検出することが可能です。でここでガスを切り替えて、今度こっちを酸素、こっちを窒素にしてあげると、今度窒素のと酸素に切り替えたところでやはり発熱反応が出てくるということで、まあ、DAC でも OIT とかって呼ばれて酸化誘導を見たりしますけれども、まあ、こちらもこうやって酸素を流してあげて酸化を見たりということも可能です。でこれ今度同じく環流アンプルを使っているんですが、吸着熱ですね。先ほどガスを流すという話でしたが、液体も流せます。先端にカートリッジ、マトリックスカートリッジと呼ばれるものがをつけまして、ここに固体資料を、まあ、資料を中に固定しますと。でそこで液体を流していきますよと。で測定としては、通常最初はキャリアと呼ばれる移動層を流してあげて、でその後サンプルと結合する分子の入った溶液を流していきます。そうすると吸着による発熱ピークが出てきますよと。ここの熱量が吸着熱ですよと。今度また吸着する、結合する分子が入っていない層に戻すと、この脱着が見えますよというような測定をすることもできます。で
今度、RH 韓流アンプルというタイプのもの。こちら言葉の通り相対湿度をコントロールするアンプルです。で、ここがウォーターリザーバー、水のタンクになってまして、そこを通ったウェット流すと、通らないドライ流すを混ぜて相対湿度をコントロールしていきます。これはラクトース、の例なんですが、相対湿度を上げていきます。赤い線が相対湿度ですね。そうしますと、最初水分を吸着して、その後しばらくすると今度、気泡部分が結晶化しますと。その発熱が出てきますと。で、結晶化することによって水分が排出されます。で、その後は、多径転移と呼ばれるのが何かしらの変化が起きてますよと。このような形で飼料の相対湿度を、一定速度で上げたり、ステップで変えたりという測定をすることができます。で、これはシリコン基板の水分の吸着というようなものなんですが、これも同じような話ですね。相対湿度を上げていきます。そうしますと、本当にわずかな量なんですが、発熱していきます。吸着によって発熱してますよ。で、今度湿度を下げていきますよ。そうしますと、吸熱していきますよ。湿度、水分取れて、吸熱していきますよ。ここちょっと何起きてるかわからないんですけれども。で、吸着しやすいものほど、その吸着の熱は大きく出ますので、ここの熱がいっぱい出てれば、そのサンプルは水分吸着しやすいですよ、ということが言えます。で、似たような測定、ここに意味ありげに一台装置が書いてありますが、似たようなことをできる装置、他にもございまして、水分の吸着を重さで見たりという装置で、弊社別の装置もありますので、ちょっとここでちらっとご紹介してます。これもまた電池の例ですね。で、電池の放電を見たいというような時用のリフター、専用の、アンプルぶら下げるリフターと呼ばれるものがございまして、ワイヤーを通せるホールが開いておりまして、リードワイヤーを上に引っ張ってあげることができるようなものがあります。で、放電時において、ヒートフローと電圧を同時に測定しますよということをしています。そうしますと、ヒートフローは放電に伴って次第に上がってきますよ。それに、放電によって発熱してますよというのが分かりますし、こう電圧は、放電式だというような形があります。で、バッテリー1と2とありますが、1よりも、あ、1は2よりも放電が早いですよ。ヒートフローを測って同時に電圧を測るっていうような測定にも対応できますし、実際電池に放電回路を作ってっていうこともできるような構成で使用することができる装置でもあります。で、あと、ほんの少しだけ例を、ちょっと時間オーバーかな。で、あと、溶解熱を測ることもできます。これ、マイクロ溶解アンプルと呼ばれるタイプのアンプルなんですが、見て、ここが飼料容器ですね。溶媒を入れておきます。先端に、かき混ぜながら測定する用のスターラーがあります。で、飼料はこんな形状のカートリッジに入れて、ここの部分に差し込んで、中に保持しておきます。で、実際測定を始めて、よし、溶かしますという時になりますと、ここでブスッと押し込みまして、カートリッジを押し出します。そうすると、このカートリッジが中でパラッと割れて、中に入っていた固体が液中に、溶解していくと。その過程を見ることができますよというような装置です。で、このカートリッジのサイズ、20マイクロと40マイクロリッターぐらいの大きさのものなので、あまり大量の飼料を一気にドーンと溶かすようなタイプのものではないんですけれども、このような形で液中に固体を落として溶解熱ですとか、その溶解速度を見たりとか、これ実際ここで飼料を透過しています。そうすると溶解熱が出ましたよと。面積を見てあげれば溶解熱量になりますし、溶解速度、どれだけ時間をかけて溶けていったかっていうのを評価することができます。滴定測定ということも可能でして、これ滴定用のアンプル、どれも似たような見た目で分かりにくいんですが、やはり先端が飼料容器です。で、ここにアクセス用のチューブがありまして、ここに細長いニードルを通してあげて、その先端を、シリンジ、注射器につなぎますと。で、そのシリンジを自動でコントロールするポンプというのがありまして、ある決まった量を一定間隔で一定回数滴下するというような設定をすることができます。そうしますと、こう、滴滴滴滴滴滴滴と入れてきますと、反応すると熱が出てきますよと。
で、あるもの、下に入っていた溶液に滴下したものを、サンプルが滴下されて、それが何か反応すれば、こうやって熱が出てきますし、反応しきれば、もう何も出てこないよ、というような形で、こういう測定をすることができます。そうしますと、まあ、トータル、これ横軸、まあ、結合比とは違う、混ぜた比率、モル比率みたいなイメージですね。で、縦軸は、熱量なんですが、これ模式的で申し訳ないんですが、それぞれのここの熱量ですね、このピークの熱量をプロットしていってあげますと、トータルでどのくらいの熱量が必要であったかとか、あるいは横軸モル比で書いてあげれば、それが何対何で結合するか、化学両論比ですね。で、それをもとに、あとは結合定数も出すことができます。あと熱力学量も出せますね。というような評価をすることができまして、錯体結成ですとか、臨界ミセルノートの決定ですとか、そういうことに使うことができるというものがあります。で、これ最後です。DSC でもやりますが、比熱測定というのをやることもできまして、温度をステップ上に変化させますよと。そうしますと、温度ポーンと上げますと、吸熱しますと。で、ここで必要だった、ここの部分の明晰値が、要は必要とされた熱量になりますので、比熱の定義って、ある物質を1度上げるのに必要な熱量となっておりますので、簡単に計算することができますよと。こういう測定にも使うことができます。というわけで、ダダダダダッとちょっとバラバラとご紹介しましたが、幅広いアプリケーションに対応できる熱量計ですと。で、長期間の測定、長期間にわたって微小な熱量を測定するというのを得意としております。で、固体や液体、気体問わず、さまざまな反応を精度よく測定できる装置ですので、まあ、何かしらご興味ありましたら、ご連絡いただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。全体を通したご質問、本日のセミナーのご感想、ご意見につきましては、チャットまたは後日お送りさせていただくアンケートにご記入をお願いいたします。これにて本日のセミナーは終了となります。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。